ロバート・デ・ナードはアメリカ合衆国の電子工学者で発明家であるテキサス州テレル生まれ1954年と1956年に南メソジスト大学で電子工学の学士号と修士号を取得した博士号は1958年にカーネギー工科大学で取ったその後 IBM に勤務して研究を行った1966年に IBM トーマス J ・ワトソン研究所でダイナミックランダムアクセスメモリーの概念を考案し、1967年に IBM と博士により特許申請し、1968年に特許発行された。また彼は MOSFET には小型化によるとてつもないポテンシャルがあると最初に気づいていた一人である。1970年代に LSI 上の MOSFET は、 小型化すればするほど高速かつ省電力になるというスケーリング理論を確立した。デナード族の名で呼ばれるこの理論はムーアの法則に従った集積度向上による微細化だけで大きな効果があるということを意味し、今日のマイクロプロセッサ他による大きな発展の根底を支えた理論と言える。 1988ナショナルメダルオブテクノロジーアーカイブド2006年8月12日アットザウェイバックマシン2001、I、e e エジソンメダルありがとうございます